町田リス園は、東京都町田市にあるリースなどの小動物を専門とした小規模動物園。町田市の代表的な観光施設の一つ。1988年12月に、東京都大島町にある伊豆大島椿花ガーデンリス村の全面協力の、元、同園から約400匹のリスを譲り受けて開園。敷地面積9388.01。 平方メートルのうち約65%が園地として使用され、残るは3280平方メートルは干渉力地帯となっている。リスの保育と飼育のほか、小動物の飼育も行っており、来園者が動物と直接触れ合うことができるほか、通所受産施設及び就労継続支援、B 型施設として障害者の働く場としての役割も担う。 町田市薬師台の南西側にあり、野津田町と金井町と金井の町境付近で鎌倉街道に面し、薬師地公園の向かい側に位置する。2020年7月に金井町、富士の大団地地区での住居表示実施に伴い、金井町から薬師台に編入された。年間来園者数は平均15万人前後で屋外施設という性質上、 その年の天候不順によって来園者数はやや増減する。2009年度以降は年間10万人を超えるなど近年は増加傾向にあり、2013年時点で累計300万人が来園した。ABC2011 年度町出し版事業仕分けについて事業仕分け対象事業概要説明書。町出し2021年8月10日閲覧。 ABCD、平成30年度下別、事業別行政評価シート前半所地域福祉部。町田市。2021年8月10日閲覧。AB 広報町田、第842号、地域情報誌、町ビット春号。町田市。2016年10月29日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年10月28日閲覧。 2020年7月25日に、金井町、富士の大団地地区の住所が変わります。町出し、2021年8月10日閲覧、川瀬美通信85町田アクティブ。町出し、2021年8月10日閲覧、ありがとうございます。